ジャヌアリア・マリア・デ・ブラガンサは、ポルトガルの王族、また、ブラジルの皇族。ポルトガル王ペドロ4世でもあったブラジル皇帝ペドロ1世と、その最初の日で、オーストリア皇帝フランツ1世の娘である、マリア・レオポルディーネの間の次女。全名は、ジャヌアリア・マリア・ジョアナ・カルロタ・レオポルディナ・カンディーダ、フランシスカ・シャビエルで、パウラ・ミカエラ・ガブリエラ・ハファエラ・ゴンザーガ。 イタリア語名ジェンナーラ・ディ・ブラガンツァ。ジャヌアリアは1836年から、弟のブラジル皇帝ペドロ2世が1845年に、長男、アフォンソを授かるまで、ブラジル皇太子の地位にあった。ジャヌアリアには、姉のポルトガル女王マリア2世がいたが、マリア2世は、ポルトガル王位継承後は、ブラジルの帝位継承者とみなされなくなったため、ジャヌアリアが、 暫定的な定位継承者とされたのである。ジャヌアリアは1844年4月28日、リオデジャネイロで両シチリアをフランチェスコ一世の息子の一人、アクイラ伯爵ルイジと結婚し、間に三男かずめを設けた。アクイラ伯爵夫人ジャヌアリア・マリア、1859年。ありがとうございます。